こんにちは。夫婦問題カウンセラー、そしてパートナーシップアドバイザーの岡夏子です。今日のテーマは、夫と不倫相手を別れさせるときに味方につけるべき人3選です。そもそも不倫ってあってはいけないことなんです。結婚という形を決めて、これから2人で協力して家庭を築いていきましょうっていうときに、よその人に目を向けるなんて本当にあるまじき行為。そしてこれが起きたときに別れるべきか、別れないで再構築していくべきかっていう問題もすごく大切な問題になってきます。人ごとで考えれば、そもそもそんな不倫をする夫なんて許すべきじゃない、別れちゃいなさいよっていういろんなことを言って、それがいいことだと思ってる人もいっぱいいます。でも夫婦になってこういうことがまさかの出来事として起こった時に、人の心っていうのはいろんな葛藤が出てきます。本当に好きで好きで結婚してなかなか嫌いになれない、ましてや子供まで産んじゃった、世間体がある、夫のお金が入ってこなくなったらどうしようっていうような経済的な問題、それから子供のお父さんがいなくなったらどうしよう、そういう精神的な問題、こんなことがいろいろ頭の中に起きてきて葛藤が起こる。そして素直になればなるほど、もう一度やり直したい、私もいけなかったなんて思う人は今時すごく多いものです。夫婦でしか、家族でしかわからない問題っていうのがこの不倫問題に多く残っています。ですから一概にそんな人別れちゃえば、そんな不倫なんて許しちゃいけないなんて自分のことでは言ってもいいけれども、人にはそれぞれ生き方考え方があるので、その人にお任せするっていうのが一番いいことかもしれません。そして戻ってきてほしいと思う人も多々います。そういう人に不倫相手と別れさせて、そして戻ってきてもらうために誰の力を借りるか、誰を味方にすべきかというのはここで伝授しておきたいと思います。まず第一に、不倫相手がすごく弱い人だった場合、弁護士を使うのはすごく効果的です。弁護士を使って強い態度に出てもらって、不倫は不法行為だよ、慰謝料もこれだけもらうよっていう風に強い態度で出てもらった時に、不倫はいけないこと、人の家族を壊したくないなんて思ってるような、そういう人、弱い性格の愛人にはこれはとっても効果的です。そして弁護士に依頼してしっかりと約束事を決める、不倫したことに対して慰謝料請求、そして二度と会わない、夫を返すことみたいな、そうやって約束事を決めるっていうのがすごく大事なこと。この時に本当に弁護士に助けてもらった、やってもらってよかったっていう人はすごく多いもの。ただしこれは相手を見ないといけません。のめり込んでて人の旦那であろうが、もう自分と一緒になった方が幸せ、私はこの男を手放さないぞみたいな、そういう愛人がいかに多いことか。こういう愛人に対して弁護士を使うことは逆効果になります。こういう愛人はどんどん燃えて、そんなことしてくるんだったらこの奥さんから奪い取ってやろう、私は負けないぞっていう、どん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 エスカレートしていくケースが多いんです。こういう場合はどうしたらいいのかと言ったら、愛人の親にお願いに行くことが一番いいんです。愛人の親っていうのは自分の娘の幸せを願ってる人が多いので、お宅のお嬢さんが幸せになれませんよ、なぜなら私は別れないんですからと、私は別れなくてこの不倫っていうことが分かってる以上は離婚までに時間も相当かかります、その間にあなたのお嬢さんはどんどん年を取っていっちゃいます、そしてうちの夫のように不倫をして家族を泣かせるような人よりももっといい人が探せるはずですって言って、愛人の親の娘に対する愛情に訴える、こういうことがとても効果を発します。私が今まで愛人と別れさせて取り戻したケースはほとんどこれ、愛人の親のところに怒っていくんじゃない、文句を言いに行くんじゃない、実は同じ思いですと、両方とも幸せになりたいのに幸せになれないのは良くないことじゃないですか、だから、うちには家族の幸せを取り戻すご協力をください、そしてお宅のお嬢さんの幸せのためにうちの夫と別れることがお嬢さんの幸せですっていう論理を伝えて、相手を説得して、その愛人の親から娘にちゃんと言ってもらうっていうのが本当に効果を出してて、愛人の親は娘の幸せのために絶対許さないぞこんな男ってところで、逆に夫と愛人の親がバトルしてくれれば結構これもいい効果が出てきます。愛人の親が夫に対して、よくもこの大事なうちの娘を奥さんのいる身で、ね、離婚もできない身でそうやって言い寄ってきたなっていうところで、愛人の親が夫に対して怒った内容証明や手紙、そして弁護士までつけて、話をしてくると、
これまた効果的で、引き下がる夫も多いんです。なかなかこれはやってみないとわからないことなんですけれども、娘の幸せ、それから家族の幸せを考えている、同じような目的がある場合、それが利害関係が一致する場合っていうのは協力はしてくれるものです。仲良くはなれません、仲良くはなれませんけど、双方の利害が一致している場合は嫌でもそのことを行ってくれる愛人の親は多かったです。実際に乗り込んだ話をお話しさせてもらうと、まずポイントは、奥さんが乗り込んでいったら娘に言いつける、娘が夫に言いつける、なんてことしやがるんだって憎まれちゃうことが多いので、なるべくだったら奥さんは行きません。行くのは夫の親、なんてことするんだと思っても血のつながりがあるから、そして親だから、あまりガミガミ怒れなかったりするので、夫の親が一番効果的です。そして2人揃っていくっていうのもありなんですけれども、ちょっとこれは圧力をかけるので、夫のお母さん、お父さん、どちらかと一緒に、まあ、カウンセラーが行く。カウンセラーはあまり言葉を発しません。司会進行役っていうのが大事なんですけれども、なかなかうまく喋れないお父さんお母さんに代わって、実はお父さんお母さんはこの不倫を認めずに元に戻ってほしいと思ってます、お嫁さんを大事にしてます、そして今日は文句を言いに来たんじゃありません、とお願いに来たんですっていう趣旨をきちっと伝える役どころの人をカウンセラーでもいいし、中立な第三者連れていくっていうのも大事なポイントです。そしてもう一つ大事なポイントとしては、私たちは戦闘モードで来たんじゃありません。私たちはお願いに来たんですっていうアピールのためには手土産を持っていくこと、これとっても大事なんですけれど、この手土産はそのアピールのために持っていくので、実は受け取ってもらえないことが多いです。それはいただけませんっていう感じで受け取ってもらえないことが多いので、値段はいくらでもいいのです。結構行って親がいなかったり、いなかったらまた訪ねる、1日かかり、下手をしたら地方だったら泊まって次の日も面会に行くっていうことがあります。だから本当に忍耐も大事です。そして時間もたっぷりとっていかないとなかなか話し合えなかったりもします。そして弁護士さんと電話で連絡がつくようにして、先生今こちらのお家にお邪魔してます、ご両親は協力してくれるそうですとか、ご両親に今からお願いしますねっていうような形で、弁護士がバックについてるんだぞとか、そういうような流れも見せることも大切です。そしてあくまで脅かしに来たんじゃない、戦闘モードで来たんじゃない、あくまでも友好的に協力し合ってお互いの幸せを守りましょうっていうポーズがとても大事です。やっぱり目的をしっかり持って家族を取り戻すんだ、そのために来たんだっていう風なしっかりと信念を持っていくと、道はおのずと開けます。今まで私が経験してきて会ってくれないお家は一軒もありませんでした。なぜかと言ったら、そのお家の幸せでもあるから。やってみなければわからないし、やってみると一年岩をも通すじゃないけれども、思いを持っていくと相手もちゃんと聞き入れてくれるってことが往々にしてありました。浮気、暴力、借金、モラハラ、夫婦問題は岡野敦子に相談。 LINE 限定夫婦危険度チェック配信中、詳しくは概要欄から。そして夫の性格によるんですけれども、女にのめり込んでもう人生を捨ててもいいっていう人は難しいんですけれども、やっぱり男は仕事が大事、男は人脈が大事、男は成功が欲しいっていうような野心のある男の人は、上司、恩師、仲人みたいな、夫がお世話になってて夫のことをずっと見てきて成功を願ってるような、夫の頭の上がらないそういう存在にお願いしに行って、夫にまあ、説教というか説得してもらうようにして成功した人はいっぱいいます。特にオナコードさんなんかは、自分がもう幸せの実績を積んでいるところに一件でも会っちゃいけないというところで、もう一生懸命に説得してくれて愛人との不倫関係をやめて家に戻ってきたってケースはよくありました。オナコードさんの協力っていうのはすごいです。現在はオナコードを頼まない結婚をする人が多いんですが、実はオナコードの存在っていうのはすごく有益で、これから結婚する人は入れた方がいいと思います。そしてオナコードもいないような人は、今からでも遅くないから、ナコード的存在を真ん中に入れて、夫の上司や昔の恩師っていう人と今からでも仲良くなっとくっていうのはとっても大事なポイントです。そしておまけなんですけれども、お子さんの力を借りるっていうことも一つあるんですよ。お子さんはいくつから大丈夫かなって思うかもしれないけど、赤ちゃんでさえ浮気をした夫の気持ちを変えることだってできるんです。赤ちゃんの動画を送る、夫の親に送って、夫の親から送る、そういうこともすごく大事です。3つ4つになってくると
やっぱりパパとか言葉を発しできますから、パパ大好きとかパパこうだよああだよって言って、お遊戯のように演技を教えてパパ大好きアピールをさせると、すごく後ろ髪を引かれて子供のために帰ってくるっていう人も中にはいます。パパ大好きアピールはやっぱりお遊戯のように教えないと、パパが帰ってきたら走ってよみたいな、パパが帰ってきたら飛んでって飛びついてパパに抱っこしてもらうんだよとか、奥さんのやっぱりそういう指導教育がものすごく功を奏してます。私が前にやったケースでは、パパの大好きな年代の踊りを教えて、その子が踊った時にパパがもう嬉しくて嬉しくて毎日帰ってきたっていう、そういう実際の例もありました。子供の力っていうのはすごく絶大で、そういう愛人にいった心も動かせるものなんですけれども、実はその奥さんの気持ちが子供に反映して、子供が奥さんに気を使ってパパに懐かない、いい顔しない、パパに甘えないっていうお子さんだと、夫を取り戻す効果は発しられません。愛人から夫を取り戻す時に味方にすべき人3選お送りしました。本当にね、不倫も許してでも帰ってきてほしいと思う奥さんたちはたくさんいるんです。そういう人たちにこれを伝授してますけれども、一つ一つやってみてもいいですし、全部時間差でやっていくのもいいですし、とにかく諦めないこと、家族を取り戻すっていう信念を持つことが一番大事なポイントだと思います。毎月第1土曜日と第3土曜日には、ライブ配信をやってます。ここでは生の本当にリアルな相談にお答えしています。ではまたよろしくお願いいたします。